悩み相談。はい、今回いただいたお悩みがですね、こちらですね、本、僕の本を買っていただいて、こちらの超特典ですね、申請していただいた方からのお悩みいただいております。はい、SNS を一から始める際の育て方ですね。まあ SNS っていっぱいあるので、ちょっと何の SNS かちょっと分かんないですけどSNS ってめっちゃありません？ソーシャルネットワークサービス多分いっぱいあると思うんですよ。今 TikTok とかもね、10億人がダウンロードしてるのが全世界で、あれもソーシャルネットワークの一部だとは思うんですけども、すいません、何の SNS なのかな。まあいいや、じゃあまあちょっとどの SNS か書いてないんで分かんないんですけども、まあ本質的なところをお話しすると、SNS を一から始める際の育て方、はい、まずはその SNS で一つアクションをする。そっからです。種をまかないと種は育たない。もう一度ですね、種をまかないと絶対根は出ないじゃないですか。もう一度言いますね、畑があります。じゃあこの畑が SNS だとします。じゃあそこに種をまくという行動ですよね。で、種をまくという行動をしなければ絶対根出ないですよね。どうあがいても育てられないですよね、そもそも種まかないと。でね、これまあちょっと農家の話になるんですけど、じゃあ種をこう10個ぐらいまくじゃないですか。じゃあその10個を肥料やったりとか水やったりとかするじゃないですか。じゃあその10個は 100% 全部育つかっていうと育ちます？まあこれはちょっと農家の方に聞かないと分かんないですけど、僕の見解だと種を全部まいたとしても途中でね、多分根が出ない種もあるでしょう。もしくは途中で育ったけれども折れちゃうとかね、あとは自然災害もありますよ、ね、育ったけどぶっ倒れるとかあるじゃないですか、台風が来てとか。だから何が大事かっていうと、まず種をまけってことです。その自分が使ってる SNS でまず種をまけ。じゃあ種をまくっていうことはどういうことなのかっていうと、 YouTube であるならば最初の動画を投稿する、 Facebook だったら Facebook に最初の記事を投稿する、ブログだったらブログの記事を投稿する、で、Twitter だったら Twitter つぶやく。わかります？まずこれがベースだと。で、あとは種が育つまで育てろって話です。これね、育て方っていうお悩みなんですけど、多くの人は育て方がわからないからね、育て方がわからないからなんだ、その育て方をね教えてほしいとかね、どうやったらそれうまくいくんだみたいなね、ありがちなんですけど、もちろんテクニカル的な部分ありますよ。テクニカル的な部分ありますけども、まあ農作物に戻しましょう。じゃあ種を植えます、じゃあ育てます。ここで農家の人がその農作物を育てる上で何が大どんな気持ちでやってるのかが全てだと僕は思うんですね。まあこれがちょっと精神論に聞こえちゃったら申し訳ないんですけど、例えば A っていう農家はね、 A っていう農家は別にその植物、例えばトマトを育ててるとするじゃないですか。でトマトに全くパッションがない、情熱もない、ただなんかその親父から継いだ、めんどくせえなみたいな、トマトみたいな、もう農薬とりあえず書いといて、まあ、虫の駆除めんどくせえから、まあ、とりあえず農薬ぶちまいて、まあ、やっといて、まあ、出荷すればいいんじゃないかっていう A っていう農家ですよね。じゃあ B っていう農家はね、あのこれめっちゃね、なんだあのいいトマトをね育てたい、じゃあ無農薬でやってみようと。でも大変だけどこの美味しいトマト、世界一もしくは日本一のトマトを育ててね、育てて多くの人にそれを食べさせてあげたいとっていう気持ちでやっていたとするならば、 A と B の農家の違いってどこにあると思います？もう気持ちじゃないですか。そんなのどういうふうに育てるのかっていう気持ちですよね。こっちは別に育てるとかどうでもよくて、儲かればいいみたいなね、わかります？もうとりあえず農薬でもうぶちまくみたいな。じゃあこの A と B の農家が、あったとするならば、どっちの方が中長期で そのトマトをこう育て続けられると思います？多分ね、 A 農家は例えばね、 A 農家はそういう考え方でやってたとするならば、多分いやトマトはもう儲からないから、じゃあ今度キュウリだと。でキュウリ儲からないから今度なんだスイカだと。いやスイカ儲かんないな、やっぱメロンだみたいなね
わかります。でもこっちの B 農家は、いや俺は日本一のトマトを作りたいんだと、もうトマトの研究研究研究を重ねて、もうなんか世界一のトマトみたいな、めちゃめちゃうまいみたいな、あのトマトブランド、なんちゃブランド作っちゃうかもしれないですね。だ、育て方より最も大事なのがどう育てたいかですよね。もう一度ですね、育て方よりどう育てたいのかっていうパッションですよ、そんなのは。だこれ結構ね、見落としてる人が非常に多いですよね。みんな表面上のとこに行って、表面上のテクニックを否定してるわけでもないし、必要な部分あるんですけど、コアな部分どこが大事やねんって話で、まあ、今回育てるという育て方みたいな表現で来てるので、まあ、その農家のね話をちょっと入れましたけど、どっちの方が絶対そのすごくいいものを育てられます。まあ、最初トマトの話だったんで、じゃあどっちの A 農家と B 農家どっちがうまいトマト育てられます。絶対 B ですよね。どう考えても B の方。僕ね、じゃあどっちのトマト買いたいですか。農薬まみれのトマトを買うのか、このね丹精込めて作ったトマトをね買うのか。多分ね、こっち価格高くてもそのストーリーだったりとか、その育て方とか全部見えて、なんか思いとかも分かってれば、絶対僕こっち買いますよ。農薬まみれのね、放射能まみれのトマト買いますか。僕はもう丹精込めて作ったトマトを買いたいですね。って話です。だからもう本当に本質的なところ、そこがみんなブレちゃってるというか、そこに気づいていないで、ここを、いやそんな精神論だけでうまくいかないよとか、なんかそのそういうそんな気持ちは大事じゃないよって思うんだったら、農薬まみれの作ればいいじゃないですか。そう思うんだったら、だってそっちの方が簡単ですよ。え、そうじゃないですか。農薬ぶちまいたら何、多分虫来ないと思うんですよね。どうですか。だから日本ってほとんどその海外輸入じゃないですか。で、まあ、海外輸入でされてる 食品のなんかドキュメンタリー番組もあるんですけど、めちゃくちゃ農薬まみれですからね。マジで農薬まみれですよ、海外から来るやつって。マジで、まあ、それドキュメンタリー番組見れば分かります。だレモンとかね、ブワー酸化しないようにブワーっていうね。そう、海外からレモン輸入するじゃないですか、ね、腐らないようにブワーかけてますからね。そう、まあそれを知らずとか言うか分かんないですけど、僕たちが買ってるわけなんですけど、まあどっちから買いたいですかっていう、どっちの育てたもの、果物を食べたいですかとかね。だからどっちを選ぶのもそれはあなた次第ですよと。僕はどちらかというと、パッションの方ですかね。だからパッションがなかったらこんな動画も撮れないですし、何個もね。自分がこう伝えていきたいっていう思いをこう伝えていく。それはもちろんマーケティング、僕は商品をセールスしてますから、商品をセールスしていかないといけない時は商品をセールスしますけどね、なんだろうな、別にその利害関係なしで動画も撮れますよ。お金が発生するから動画が撮れるのかっていうわけでもない部分があります。わかります。稼げるからやるっていう部分もあるけれども、それ以外の部分もあるよと。でそれ以外の部分がなかったらこんな動画撮れないですよって話です。はい、だから育て方はあれですね、自分はどういう気持ちで育てたいのかがシンプルにコアな大切な部分かなと思います。はい、ではいただいたお悩みに対して回答させていただきました。ありがとうございます。